再稼働をどこもさせないっていうことを本当に政府に叩きつけていきたいということです。もうそれのみ。原発だけじゃないというか、原発に象徴される日本の在り方、日本の政治とか国民の意見が反映されないだとか、そういう問題がもう全部詰まっている。でそれがもう本当に全然事故が収束してないのに再稼働されちゃったってことへの、もういい加減にしろっていう怒りが爆発したからこそ今これだけの動きになっているんだと思います。一人一人が動いて声を上げるということしかもうないかなと思いますね。再稼働反対、再稼働反対、廃炉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